やーしかし梅雨明けで急に暑くなりましたね。急に36度って書いてありましたよ、天気予報。怖いっすよね。そうだったらいいけどね。今ほんと沖縄とかの方が涼しい気がする。ね、知れない。さながら谷さんがキャディをしてくれるかのような。あれ目土の土なんです。すごい。贅沢ですよ。ちょっと名門感高いですね。雰囲気があるね。全然歩ける感じです。何色だっけ？黄色。はい、はい、こういう時にもうコールのピンを大体見とく、あの辺か。ね、こういう感じでなんだなみたいな。見て。包帯とかでもなく。今日グリーンがこのコース2グリーンなんですけど、どっちかっていう、はい、で今日タイかな、なんで多分左側だと思うんで、うん、左側のグリーンを使っていくんで、より右側に打っとかないとダメですよね。なるほど、はいはい、であと問題は風、うん、風が、メインの数はどうなのかなっていうのを、まあ、2、3ホール中には知ってほしいなって感じ、はい、でこっち側から降って、あ、基本的にはこのコースはこっちこう風が吹いてるんだなっていうのを知る。でその風を知るには、はい、例えばこう雲のね、あの流れをこう見たりだとか、手前の低い見たことない雲ですか、うん、見たことないですけど、見ましょう、うん、雲見たりだとか、木が、あ、どうだろうなとか、意外と木はそんなに揺れてないじゃないですか、はい、でも、雲の流れはそこそこ来てるから、あ、意外と木よりは、木の揺れよりは思いのほか意外と、あの、風に影響あるだろうなっていうふうにジャッジしてる、はい、え加藤茶さん太陽見えた、ごめんなさい、太陽見えた、ちょっとムズムズする、太陽見える、はい、太陽も幸せですねで、左行かしたくないからティーグラウンドはどう使いますか。私はこっち側に立ちたい。そうですね、はい、あの、いいと思います。危ない方側に立つのがセオリーですよね。危ない方側に立つ、はい、で、何を立つ考えですか。リズム、はい、はい、あと、ちょっと目標を、なんか目標を作って、はい、1番ホールあるあるショットですね。手が力んで左に捕まっちゃったみたいな。で、1番ホールの時考えるのはどう考えます。振りかまして飛ばしてやろうと思います。よりかは大きいミスがなければいいかな。そうですね、野球で言ったらバントみたいな感じ。あ、来たボールをコツンと当たるぐらいの、はいはい、もうチュンって当たって、うん、もうフェアウェイ のところにいれば本当いいやっていうぐらい、100ヤードぐらいでもいいやっていうような気持ちの方が、あの、なんていうの、メンタル的に楽だと思うんで、はい、はい、ありがとうございます。パー5なんで、はい、あ、いいですね、パー5なんで、火はかかってない、火はかかってないと思います。はい、お、多分ギリ平気っぽい。え、この時は何考えます。ちょっともうちょっと前出しましょうか。まずこう何のクラブが打てるかなっていうのをまず考えますよね。はい、で、あ、これだったらこれでも UTT いけそう。 UTT もいける。 OK、 じゃあ UTT で打った時にどこのラインまで、角度までいけるかなってことを考えますよね、うん、はい、でもしほら例えばユーティリティでこう左のクレップだから、もし右側に打ってっちゃったら向こうに抜けたら林に行っちゃうなと、うん、だったらユーティリティじゃないね、はい、でももうこっち側がもっとすごく広くて、ければ広いほどユーティリティが得じゃないですか、うん、でな、どう考えるかですよね、その距離をね。で例えばここからあの右側の木分かりますね、ちょっと大きな木、はい、幹が太い木で今151なんです。でアゲンストだから多分135から140ぐらい、はいはい、で当たっちゃってもし右に抜けちゃうとあの林行っちゃう、うん、あれダメですよね、はい、でもこっちの方が広いんで、はい、まあ、ユーティリティがいいかな、うん、でなんでそういうジャッジできます。まあ、目標的には右でバンカーフォーカーです。うん、いいと思います。バンカーの。はい。はい。です。はい。6U。6U ぐらい。あ？うん、ナイスショー。これはうまいね。よし、
ちょっと弾んだけど、全然もうベストポジションですね。完璧。今一瞬目の前の虫がブーンって飛んで。でもそれを気にならないぐらいの集中力最高じゃないですか。もう私集中力あるぐらいのね、そういう考えで。英語切ったんですよ、ブーンって。おっと、木がありますね。目の前に。うん。これ、この無理です。難しい。まずその100、まあ、ゲートなんでピンまで、まあ、これだったら10ぐらいプレス使ってると思うんで140のクラブっていうと U6 で、あの木越えるかっていうとちょっと厳しいかなって感じなんで、はい、左側狙っていくと、はい、で左側狙ってった時にその時にまず考えてほしいのは、うん、パーオン、パーオンというかここから3オンする確率がどのぐらい高いか考えてください、うん、何パーぐらいあると思います、あの狭いところに。いやー 30% 乗る確率あります。うまいですね。あれあれよね。相当かなり、あの僕多分本当に10球でも1球乗るか乗んないかぐらいの雰囲気だと思うんですよ、うんですね、だとしたら本当に可能性低いじゃないですか。そしたら乗らない手で考えていきましょう、はい、左側の、うん、つまりグリーンを真ん中で割ったとしたら左サイドに打ってたわけですよね、うん、で左サイドでグリーン乗らなかった時に手前と奥どっちが寄りやすいのっていうと、手前から16だから、あのかなり手前、かなりというか、まあ、真ん中で手前だと思うんで、うん、左側の方が寄せやすそうじゃないですか。 そしたらもう左の手前に行けばいいやぐらいの、うん、あそこから2、30ヤードぐらいのアプローチで最高だなと思ってたわけですよね、はい、ってなると120ヤードぐらい、160の140だから、それで30ぐらい、7で、あのラフ入っても左側のラフ入ってもそんな難しくないんだよね。でも木にぶつかるのが一番良くないと思って、うん、あの入っていくと木にぶつかるか、木を避けてすごい左に行っちゃうから、はい、木にぶつかるのが良くないと思うのはここですよ、思うのは、はい、ここに来てから木にぶつかるのが怖いと思ってたらしちゃうんですごいライフルス、スナイパーが撃つ瞬間にもうちょっと左ってことでしょ。あ、なるほど。もう構えたらもうそれで考えてたんです。わー完璧だ。うまいこれ。全然いいじゃないですか。あ、ちょっとでかいな。OKOKOK。え、137番。7番。140で。16。でも多分ピン横ぐらいの。うん。バンカー入ってる。完璧に当たった。手前よ手前。手前よ手前。でもこのピン位置難しいね。すごいね。すごい。うん。右、左側打ってかダメなのかな、そしたら。おお。スライドこういう感じのラインになっちゃうじゃないですか。ましてやあと2メーター先でバンカー入っちゃうから、ジャッジとしてはこれは今の何番。例えばここの状態と、この1番手手前のこことか、さらには2番手手前のここで考えていくと、受けてるし、なんかイメージ湧くじゃないですか。本当ってこの辺でも全然いいぐらいですね。本当だ。じゃあ、受けて。なんか下ってる。今日はね、確かに景色いいですね。やっぱ、どうちゃん手前からですか。変にこう距離をそこまで出すと、逆にこう、なんかトラップがあるみたいな、25、30ぐらい、ごめんなさい細かい話なんだけど、はい、25から30だとだいぶ測るなら測りましょう、はい、25 1、2、3、4、5、6、1まで6、どっから下ってるかとかそういうのを見るんですよ。はい、うわ
そう、向こうは難しいです。アプローチ、もうアプローチは次のショットでほとんどの確率アプローチになると思ったら必ず手前目に刻んでる、はい、女性の場合は特に。今のラフの深さだったら今の打ち方でギリ平気かなって、はいはい、でもうちょっと深くなってくると今のボールを右目に置いてロフトを立たしてフェーススクエアっていうのはあまりないかな。うーん、やっぱり入り方がすごく悪くなっちゃうんで、はい、で芝の抵抗がやっぱ強くなるからやっぱり少し開いて芝の抵抗をなくす、開けば開くほどあの芝の抵抗なくなるじゃないですか、うん、で、スピードを上げることによって、ちょっとスピンもかかりやすいとか、球が上がりやすいとかっていうのになってくるんで、この状況で今のでギリかなって。ギリかな。で、ましてや足使えるんで、これがもしピン手前だったら今の打ち方できないんですよ。できます、うん、そうなった時にフェースを開く。この状況は足使えるんで、今の打ち方はもう全部ひっくるめてギリ。ギリ。はい。はい、これで芝が長いか、エッジからピンが近かったら今の打ち方はバツ。はい、今聞いてもらダメになるな。フェースは開いて打てるの？ん？フェースは、ちょっと緊張するっていうかだいぶ緊張するトップしそうみたいな結構曲がりそうに落ちで今のショートしたのはまあしょうがないなって感じ。あれもあともう50センチぐらい打っててればちゃんとすごいベタピンだったと思うんですよ。そんなに悪くないと思うんですね、はい、で良くなかったのはこのファーストパットで打ち終えた後にもしかしたら僕がレッスンしてるっていうこととか今こう撮ってるからっていうのもあったかもしれないけど打ち終えてパッともこっち見てるんですね、はい、せっかくこれからラインが見えるのにあんま見てないんですよ。見たかったです、はい、なんかもったいないな。あ、ね、エル・ミケルソンなんか、はい、こうパーンって打って打ったらこうやってライン見ますよ、ね、すげえ。で人があの他の方がこうやって打ってるのも、うん、もちろん邪魔にならないようにこう見といて打ち技をちょっとこう見てあこうやってなるんだなとか、うん、情報をできるかどんどん入れていく、はい、でその情報がせっかくあるのにそれを無視しちゃうのはもったいないなというところがちょっと気になったくらい。でパターンのストロークとか打点に関してはちょっとまたやんなきゃいけないんで、OK です。とりあえずまあぼちぼちボギー。ぼちぼちボギー。ぼちぼちナイスボギー。総合点でいくと今の1番ホールのティーショットも、うん、まあ1番ホールなんで状況もね状況なんでちょっと力みやすかったっていうのもあって、はい、まあ左のラフ行ったけどまあ50点60点ぐらい、うん、でセカンドショットはあのユーティリティでちょっとラフが長かったところにも関して なのに、うん、そこそこいったんであれがもう85点か90点ぐらい、うん、で次の3打目なんかもう95点から100点に近いぐらいのないっしょ、うん、まあちょっとクラブのジャッジが良くなかったっていうところでマイナス5点10点、はい、で、あと次のアプローチに関しては、うん、あれはもうあのなんていうの、フェースを開かない状態で打ったからちょっと減点はあるけれど、はい、あれも全然もう本当90点ぐらいの感じだし、で次のパットもちょっと惜しいかなっていう感じ、はい、で最後のパットよく入れたっていうことで、まあぼちぼちですけど総合点でいくとまあ80点ぐらいじゃないですか。いいです、ありがとうございます。こうやって教えてくれる人いないよね。ないですね。うるさいだけかもしれない。いやありがたいよね。いやもう本当リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の取手国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいてみんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれてぜひ
応募してください。はい、バイバーイ。